落語家の名跡。現在、名跡は空いている状態である。三遊亭窓家の序成門、高崎線初代とされている、立花屋窓家の助は、本来、三代目である。初代、立花屋円太郎と二代目、三遊亭炎章の門に確認されている。本名は、中村大二郎から1918年11月3日。ただし、帝号は、三遊亭ではなく、 立花の矢である。三遊亭窓か朝の最古産の弟子で1858年、9年頃に入門し春朝を名乗った。1861年頃に初代縁の助と解明し小愛路や芝居話をやっていたが実績はほぼ、解無で1884年頃に三遊派の五輪を務めていた。実施に朝寝坊し楽三代目、三遊亭窓かの助は落語家。出早は、 下田市三番層。本名、高橋力。東京都文京区を塚生まれ、元は縦具職人、TBS ラジオの素人寄せに出演をきっかけに苦労とになる。1956年6月に三代目、三遊亭小縁朝に入門し、三遊亭長さんを名乗る。1959年9月、に詰め昇進。1965年9月、 新内昇進寺と共に三代目、三遊亭窓かの助を襲名。1980年6月の一血で倒れて、半身不自由になり、修善寺リハビリテーションで1年間リハビリを行いながら、独演会などの講座に上がっていたが、1985年4月に国立演芸場で演じた高野鷹夫が最後の講座となり、同26日、さようならを、 最後の言葉にして、心筋梗塞のため、東京都練馬区の北町病院で死去、56歳没、NHK の銀河ドラマ、ネイサンシリーズにも出演した。前座、二つ目に貧乏暮らしをしたことから、エピソードも多い。俗に、貧乏の窓かの助という。得意ネタは、長屋の花見、小言念仏、大工調べなど、長屋物を得意とした。著書には、 話か家業がある。立花山窓かの女活広、1934年2月10日台は元落語家。1953年9月に立花の窓かとに入門し、窓、ま、かの助。後に落語を廃業し1967年に音楽賞、浮世を当たるカルテットに堀教授の名で参加。そこも離れ、漫才師になり山のボンボンの名なで、梅のボンボンと組む。 解消後に漫談に転じたが、そこもやめ芸能マネージャーとなる。ラジオでの2代目、桂ツラザコバの発言によるとその後はうどん屋になったという。朝日新聞1984年11月27日夕刊。ありがとうございます。